はい、皆さんこんにちは。ヘラです。どこです。エイティブログです。今日はショッピングしたいと思います。アウトレットに買い物に行きます。これ今日の車です。 BMW M4 です。早速行きましょうか。暑っ、今日めっちゃ暑いね。ああ、この車の中もめっちゃ暑い。行きます。でもめっちゃラグジュアリーだね、これ。音すごいね。本当だ、スポーツカーじゃないけどね。スポーツカーだよ、M4 は。え？ BMW の中で M シリーズってパフォーマンスだから。でも外から全然スポーツカーに見えないよ。エンジンは化け物です。そういうことか。タカがスポーツカーと言ってたけど全然スポーツカー感が出てないよ、はい、いやでも早くは…何これ。わかりましたか。スポーツカーです。やば、全然スポーツカーだよ。ドーンってどういうこと。すごい。何それ。すごいね、やっぱ本当にスポーツカーだね。最近スポーツカーに乗ってなかったじゃん。ああそう、久々にこのやっぱスポーツカー乗ると。でも外から全然スポーツカーに見えないから。すごいね、その差がやばいよ。ちなみにまだ今エフィシエントモード、要はエコモードみたいなモードで走ってるからね、はあ、まだここからスポーツとスポーツプラスってのがあるから。あんな音はエフィシエントモード。エコモードって全然エコと逆行してるけど、ね、はぁ、あ、アホか BM。 ということで吹上東名古屋高速乗っていきます。音すごいね。でもこれまだエフィシエントモードでしょ。まだエフィシエントです。使い切れないね、名古屋高速じゃ。いや、市場、日本じゃ。日本じゃ使い切れないか。やっぱアウトバーンをちゃんとこうめがけて設計してるとこうなっちゃうのかな。そうなっちゃうと思う。いや、ドイツ人も恐ろしいね。恐ろしい。ちなみにメーター330キロまで切ってあるし。はぁ、誰が使うんだろうね。300キロ出す人いるのかな。いや、それ聞いたことないよ。アウトバーンで300キロ走ってる。ないさすがにないの。それはさすがにない。エンジンの回転数は7500回転まで上がるようになってる。私はそれが全く何にも意味が伝わらないよ。例えば日本車とかだとだいたい5000回転とか4000回転とかでレッドゾーン入っちゃうのよ。こううーんって上がってくるじゃん、エンジンが。7500まで回せるようになってるから、例えばこれ今シフトダウンしていくと3速、2速壊れないの。今でもまだ5000回転までしか回してないから、こっからあと2500回転回るって考えると相当すごいよ。わからないよね。わからない。もう何もわかんないよ。じゃあちょっと回してあげるわ。2速、今4000回転ぐらい。こっから今7000回転までいった。だからジャンプした。そのシフトショックがすごいよね、だからバンって、うん、だからこれエンジンをこう自分でこう回してる感覚があるからすごい面白い。レナも後で運転したら分かるよ。遊びたい人の車だね。いや、もう一般の人が BM の M4 を見たらただの車だよって思っちゃう。目の前、うわー、説明。危ねえ。遊んでる場合じゃないよって。音出して走ってたら、まあ、制限速度は超えてないからいいけど。だからタカがそういうところいつもラッキーだから。そう、前もあったもんね。まあ全然法定速度今守ってるからどっちみち捕まんないんだけど。いや、わかんないけど、これ安全運転かどうかはちょっとわかりませんよ。スポーツプラスとかスポーツに入れてみましょうか。それいるの？いや、いらないよ。いる、いらないで言ったらもうこのエフィシエンですらいらないよ。この音もすごいよ。これはそうだね、スポーツカーだね。ラグジュアリーカーじゃないね。速いっすね。いや、バリバリスポーツカーだよ。速いしブレーキもめちゃくちゃ効くね。全部効く。まあ当たり前だけどね。ボン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 。すごい車ですね、M4。面白いね。面白い、これは面白い。先に
リアに入りました。パーキング来ましたよ。レナさんに交代しますよ。はい、エンジンどれぐらい回るか吹かしてみようか。ブンブンブン。じゃあ俺後ろでカメラで撮ってるので吹かしてみてください。いいよ。わお、すごいね。はい、運転しながら押さないようにします。ではでは行きましょうか。あれで、レナ今日は晴れてます。わかりません。お、ヘッドアップディスプレイがあるね。そう、ちなみにさっきあんまり内装の話してなかったけど、高級車だねって。内装もね、すごいスポーティーな感じするよね。こことかカーボンのパネル入ってるし、こっちもカーボンのパネル入ってて、あとはこういうところにね、ちゃんとステッチが入ってね、この黒のレザーに赤いステッチ、あとなんかこの車は黒と赤でまとめられてるね。ちなみにね、設定もね、いろいろね、ここで変えれるんですよ。例えばハンドルの重さとか、エンジンレスポンスの速さとか、シフトチェンジのスピードかな。ちょっと僕あんまり詳しくないんで、間違ったらコメント欄で教えてほしいんですけど、いろいろね、設定が変えれるんですよ、やっぱり。はい、道を見て。はい、わかりました。15キロまっすぐ。ちなみにこれ M4 クーペなので、後ろの席はねちゃんとあって、意外とね広いよ。足多分普通にレナだったらそんなに狭くなく乗れると思う。近くのスーパーまで買い物に行くって言っても全然乗れるし、ちょっと高速でさ飛ばして爽快感味わいたいってなったら全然振り切れるし、こう使い方の幅がいいかもね。確かに1台持っとけばいろんな用途で使えるって考えると、例えば GTR とかさ、アウディ R8 とか借りたけどさ、ただのスポーツ感、そう、街乗りちょっときついもんね。うん、ジャガー F タイプと比べてどうですか。スポーツカーが欲しいなら F タイプを買わなきゃいけない。ジャガー F タイプは変わらず1位と。いや、だから1位だよ。まあ音の演出がね、はい、F タイプはすごいから。トンネル来ましたね、レナ社長。タカがいつも子供みたいに喜んでるよ。トンネルはね、嬉しい。エンジン音がね、響くから。お、またやってる。また捕まった。今日なんかね、また覆面やってるよ。あ、しかもさっき俺らの前走ってたレクサスの RX。 かわいそうに、かわいそうに。 Take the interchange on the leftはい、了解しました。はい、着いた。着きましたね。長島。こんにちは。はい、いらっしゃいませ。あの、アウトレットもやってるんですよね。はい、今営業中です。はい、はい、では駐車券持ってお入りください。はい、ありがとうございます。よかった。なんか車の少なさにびっくりして。そうね、しっかり。普通は週末に こっちに来るときにいつも大行列だよ。5時過ぎに着くのも多いから。今みんなすごいプール帰りの人が多いね。ああ、ジャンボ海水プールがあって長島スパーランドに。それね、今度ね来たいと思ってるんですよね。ああ、行きたい。来週さ、来週あたり一回行きましょうか。はい、はい、ということで買い物も終わりました。いろいろ買い物もできました。楽しかった。で、この動画はここで終わりにします。今から帰ります。楽しかったならいいねボタン押してください。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。